ときめきクレッシェンド。さあ始まりましたときめきクレッシェンド。この番組は私ソプラノ歌手の佐藤千恵が中心となってお届けする音楽トーク番組です。毎回番組が今知ってもらいたい人をゲストに迎えて、普段ブログやツイッターには書いていない番組ならではのトークや企画などバラエティに富んだ内容でお届けします。はい、放送はフレッシュライブとニコニコ生放送の同時生放送ですので、見ている方はコメントの書き込みをじゃんじゃんお願いしますね。また中野にある中野 M スタジオからお届けしています。公開生放送ですので、お近くの方は今からでも遊びに来てください。そして2回目となる今回も素敵なゲストの皆様にお越しいただいております。まずは簡単に自己紹介していただきましょう。はい、お願いします。はい、大丈夫です。はい、映ってます、映ってます。はい、日本舞踊家の若柳直由里です。よろしくお願いします。はい、そしてフルート奏者の高木美里です。よろしくお願いします。クラリネット奏者の有吉直子です。よろしくお願いします。作曲家で指揮者をやっています、ピアニストもしています安藤裕樹です。よろしくお願いします。ピアニストの小出春奈と言います。よろしくお願いします。はい、今日はこのメンバーでお届けしていきたいと思います。そしてこの番組はじゃーん、出るかな出るかな。はい、この番組は全ての女性の毎日をその人らしく輝かせることができる世界唯一のレディッシュシューズブランドキミラの提供でお届けしております。本日私が履いているのもキミラさんでオーダーした私の、はい、足にぴったり合うシューズです。じゃーん、これはですね、皆さんね、今日提供していただいているからやらずだと思われるかもしれない方もいらっしゃると思って、今日はむしろですね、もうね、履き古った、もうなんかちょっとボロボロ近くねみたいな、わかるかな、わかるかな、黒だからわかんないかもしれないんだけど、もうね、もうなんか3年間ぐらい履き古した大好きな足を持ってきました。結局最後には履きやすいからこの靴ばっかし履いてしまうんでボロボロです。さあ、いくらでしょう。オーダーメイドでしょ、はい、お高いんでしょ、お高いんでしょ。オーダーメイドですよね、はいはい、それって両側、両右と左両方の値段ですか。当たり前じゃないですか。はい、両側で8800円です。なっているのでさらに安いです。両足で、両足で、両足で、片方じゃない。でもね、あのね、片方ずつのね、サイズ違いとかね、その人に合わせてこっちは S でこっちは M ハブでとかね、少し左右で違うようなバランスもね、とって別々にオーダーしたりもできるので、とってもおすすめです。皆さんどうぞお店に足を運んでみてください。はい、そこで、コメントを見てます。パチ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 、みーちゃんだって。シャレオツ、シャレオツって誰です。シャレオツって誰のこと。お高いね。おしゃれってことですか。みーちゃんって聞いたから、シャレオツも誰かの名前かと思った。おしゃれ、私の靴おしゃれって言ってもらったんで、ありがとうございます。びっくりしてくださってね、ありがとうございます。はい、ではさて、ここからは皆さんに私たちのことをもっと知っていただきたいので、詳しく自己紹介をしていきたいと思います。お、靴がおしゃれだって、どうもありがとうございます。嬉しいです。はい、私もまだボード出してないので、じゃあまずは私から。はい、じゃーん、はい、佐藤千恵です。ソプラノ歌手です。あとムジカチェレステの代表をしています。チェレステスタジオ消灯のオーナーです。
はい、こんないくつのいくつもの顔を持ちますけれども、舞台、踊り、演技、企画、プロデュースもできる稀有な存在として今回もときめきクレッシェンド MC させていただいてます。カーネギーホールにソロデビューをしたりとか、まあ、いろんなところで歌ったりしてます。よろしくお願いします。私たち今日全員パフォーマーですので、それぞれのパフォーマンスもここで少しずつ紹介というかパフォーマンスさせていただきながらの自己紹介にしたいと思います。なので今から演奏曲します。はい、今から歌います曲はミスシカゴというオペレッタのメアリーのアリア、主役のメアリーのアリアです。今度安藤さん指揮作曲をされている安藤先生と一緒に私このオペレーターの主役を主催しておりますので、そのご案内も兼ねて歌わせていただきます。お願いします。 Thank you 皆さん、今日はお越しいただき、また見てくださり本当にありがとうございます。最後まで楽しんでいってね。こちらは、日本伝統芸能者、また文化人を、各ジャンルたくさん揃えて所属しておりまして、そちらのアーティストを派遣ですとか、新しい作品を作ったりですとか、日本、伝統芸能に関わることはほぼ全てお仕事させていただいております。あとそうですね、来年にはですね、また告知させていただきたいんですが、伝統教所属の、勝見義行という、男性舞踊家ですね、男性日本舞踊家が、国立大劇場にて、襲名披露公演をさせていただきますので、歌舞伎役者と同じですね、口上もございます。そちらで、私も、一つお祝いで一つ作品を出させていただきますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。さあ、髪型から、髪ね、もう
あら、そんな素敵にしてくださって、すみません。いやいや、もうさ、不思議です。このね、見て見て、クリスマスの、ね、今日はね、雪だるまみたいになってる。見えます、かわいい。かわいい。後ろも見たい。でも後ろも見れるのは、今から踊っていただいたら見れますよね。何見たいですか？フリーランスで演奏をやっていまして、オーケストラや吹奏楽やアンサンブルやクラシックをはじめ、なんかいろんなものをやっていて、例えば、音楽番組 あのアーティストさんの後ろで演奏したりとか、あとはアニメ音楽とかアプリ音楽の、バックミュージックみたいなこともやってますので、皆さんもしかしたらどこかで私の演奏を聴いていただいたことがあるかもしれません。ということで、私も一曲いいですか？はい、お願いします。では。講師もしています有吉直子と申します。演奏もアンサンブルやオーケストラなどいろいろやっているんですけども、楽器のレッスンではなくて体の使い方だったり音楽の基礎だったり、趣味でやる方がもっと楽しめるようなレッスンということで応援をする、講座やレッスン活動をしています。今日はクラリネットを壊しちゃったという曲、多分皆さんご存知だと思います。見ていただきたいと思います。どうなるでしょうか。
うなるでしょう。こんなに小さくなってしまった。じゃあ、お客さん。すごい。安藤由紀です。今度佐藤千恵さんのステージでは指揮者をやらせていただくんですけれど、もともとは作曲家で、ピアニストでもありますし、で作詞も書きますし、あと舞台演出などもいたします。場合によっては振り付けみたいなこともするんですけれども、もともとはですね、大学で作曲を専攻していた時には、単位を取るためにですね、あんまりこう人が喜ばない曲を作ってました。例えば、といった曲を作曲して単位を取って卒業したわけなんですが、でも誰も喜ばないんですよね。演奏家の方も一回演奏したらもう嫌になってどっか行っちゃうわけなんですね。やっぱりお客様には繰り返し聴いていただけるような。でもその20代の頃にですね、オペレッタの世界に入りまして、全然極端に喜ばれる曲をやるようになりました。みたいな曲を演奏するとお客様みんな喜んでくださるわけですよね。で帰り道皆さんが本当にいい顔して帰ってくださる。やっぱり音楽はこうでなくちゃということからという世界から足を洗いました。全く世界が違うところに入ってしまったというわけなんです。よろしくお願いします。ピアノを弾いてる、小出春菜と申します。私は都内をメインに、トリオだったり、あと伴奏とかいろんな演奏活動をしてます。で、ツイッターとインスタもやってるので、よかったら覗いてみてください。インスタとツイッターはですね、なんか日常のことから、あと私コスプレが好きなんで、コスプレ怖いものを見たさで見てください。今日コスプレしてきたらよかった。今日こんな可愛いのにどうなっちゃうのか。いろんなの、どこインスタに見たい。怖いもの見たさでちょっと覗いてみてください。で今日はちょっと一曲見てみたいと思います。メルヘンでピッタリですね。はい、
今度コスプレの参考書をね、ちょっと可愛いね。はい、ありがとうございます。あ、ピアノの天使さん。ピアノの天使に、ね、フルートの妖精に、ねね、私たちは何でしょうね。何でしょうね。ありがとうございます。はい、では今この演奏していただいたピアノですが、東京ピアノマーケットさんに楽器協力していただいています。東京ピアノマーケットはプロの調律師による厳選ピアノの販売店で、ピアノのことなら何でも気軽に相談できますので、どうぞ調べてピアノマーケットさんいろいろ質問したり問い合わせしたりしてみてください。はい、そしてこれからはトークコーナーです。わいくつかのテーマに沿ってトークしていきたいと思います。ではまず1個目、あ、これはですね、あの皆さん挙手制なので私が当てますから、はい、元気に何でも、はい、どん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 挙手しておしゃべりしてください。まず1つ目、今の職業になったきっかけを伺いたいと思います。はい、あれ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、これみんな言いたくなってきた。バラエティ番組みたいな。しかも私これ多分あの事前に考えてきてくださいってみんなのグループ制度流してるから。今の職業になったきっかけ、はいはいはい、はい、職業のきっかけって結構難しいんですけど、うん、まずこのフルートを選んだきっかけとしては、うん、小学校に結構盛んな吹奏楽部があって、うん、それでピッコロって言って、ドラゴンボールじゃないんですけどちっちゃい楽器があって、それをどうしても可愛くてやりたくって、先生にピッコロやりたいですってお話ししたら、じゃあまずはフルートだねって言われて、しぶしぶフルート始めたところから、あとはずっと吹奏楽やってたので、吹奏楽の先生をやりたくって、どうしても、で学校の教員免許も取ったりしたんですけど、でまあ音大入りまして、やっていくうちに、まあ、結果私のやりたいのは演奏ではないかという感じになっていろんな人と出会い、チェイさんにも出会いみたいな感じで、だからもうきっかけってもう小学校4年生の時からですかねっていう感じです。本当今いろんなところでね演奏されてますよね、幅広くね、本当売れっ子で忙しいんですよ、彼らね。はい、ありがとうございます。他には、はいはいはい、私も高木さんと同じで小学校に部活があったんですね。なので吹奏楽部にとりあえず入ってみようっていう感じで入って、何の楽器がいいかなって聞かれたんですけど、何でも良かったので、近所のお姉さんが一緒に通ってる登校班があったんですけど、一緒に通ってるお姉さんがなんか黒い楽器を持ってる、クから始まったような、クが使われみたいな感じで選んだのがクラリネットでした。へ、本当にそうだったんですか。そうなんですよ。それで実はお姉さんはオーボエだったとかじゃなくて、いやいや、クラリネットでしたね。よかったね。パパから買ってもらったんですか。クラリパパからもらったクラリネット。どっちかというと自分で買いました。残念ながら。クリリンってどういうことだろう。ピッコロの前から。ありがとうございます。そういうことか。黒お姉さんやね。黒よね。じゃあもう一人、はい、あれ、あ、はい。きっかけというよりはですね、はいはい、自分にはこれしかない、もう神様が定めた道、神様のお導き通りに私は歩いていく、それだけでした。え、いつそれがこう神様から降ってきたんですか。5歳ぐらい。早い。5歳の時に弾いてたんですか。はい、作曲を。そうです。あ、すごい。5歳からピアノ習って、作曲は小学校1年生ぐらいで、6歳ですもんね。5歳からやってて、そうですよね。で、さっきの。こういう曲は20代の初めぐらい。え、6歳の時の曲。覚えてます。題名は、うん、すごい。
楽しいお買い物って。いや、いや母の後ろにくっついてね、その買い物行ってましたから、その気分だったのかな。かわいい、すごい、ありがとうございます。では今の、あ間違えた、今年の漢字、はい、これから今年の漢字のテーマの投稿したいと思いますので、 MC 自らボードを取りに行く。はい、回してください。はいはい、はい、もうこれはね、はい、はい、私あの着物の、はい、ナオユリちゃん大変なので助手です。あ、すいません。はい、では今年の漢字をみんな書いてください。何が出るかな、何が出るかな。説明しない、あ、全然それだけじゃ分かんない。はい、今年の漢字を一文字でここに書いていただきます。そしてその後よくあるあれを説明しない。よくあるあれってなんだっけ。清水寺の、清水寺、年末に今年の漢字はこれですって、今年の漢字はこれですって今年の漢字って言われても、うん、一文字で分かんない、書くやつです、世界を表す漢字、自分のでしょ、自分の、自分にとって、自分にとってのですよね。世間はどうでもいいです、自分あれちょっと待って、わかんないよ、本当にわかんないよ、なんだっけ、ちょっと本当に関係ないよ、欲しい、あっても違うな、下が違う、言う、言う、言う、やばい、やばい、皆さん思い思いの、はい、書いてますね。そうですね、え、誰から発表しますか。じゃあできた人から。あ、じゃあ安藤さんできていらっしゃるので、はい、和ですね、はい、みんなこう人がね、あの和になって生きていきたい、だからもうなんかこう、時代が進んでるというか、東京みたいなところだとこれだけ人が大勢いてもね、みんな気持ちがバラバラになりやすいじゃないですか、うん、ね、で子供たちが大人を尊敬できないとかね、それはあまり寂しいから、でもあの世知辛いこと言わないでみんながこう手を取り合っていきたい、生きていきたいねっていう人もたくさんいると思うんです。人と人とがね、こう輪になって手を取り合って生きていこう、そんなことで人たちがたくさんいた年じゃないかなと思います。でその人と人との気持ちをね、つないでいく輪のこのつなぎ役になっているのが我々音楽家だと思うんですね。以上です、はい、ありがとうございます。じゃあ順番に行こうかな。あ、なんかいっぱい来てます、ね、挑み続けたいなと思ってこの字を選びました。例えば今回の
今年の一番の挑戦は何だったんですか？今年の一番の挑戦は、まあ、それはちょっと音楽関係になってしまうんですけれども、うん、ちょっとこうすごい自分には手が届かないかなって思うぐらい難しい曲に挑戦したりとか、うんうんうん、あと音楽以外だったらこうドレスのモデルの仕事やってみたりとか、いろいろちょっと頑張っていきたいなと。へー、ありがとうございます。確かに重っぽいし、重っぽいし、あ、じゃあ重っぽいし、重っぽいし、重っぽいし、一番の挑戦はコスメ。今年の一番の挑戦したコスプレは何ですか？挑戦したコスプレ、あ、なんか激しめのやつはやってないんですけれど、自分的に あのお気に入りのやつは、まあ、インスタにも載ってるんですけど、ちょっとこう本物っぽい CA さんの学校とか、うん、ちょっとスカーフちょっと巻き方間違えちゃったんですけど、あ、アニメ系じゃないんですね。アニメ系はちょっと考えてたんですけど、まだちょっと手が出せる。桃太郎してください。私の岡山出身だからね、桃に反応するんですよ。桃天使とか桃太郎とか。ありがとうございます。はい、じゃあ私は夢です。これ夢っていう感じが分かん下が分かんなかったってやばいですけど、はい、夢です。今年は一つすごく昔からずっとイメージしてた夢が一個叶ったので書きました。ふるさとの岡山倉敷で、初めての私が主催して主役をしたあのオペレッタ公演を大成功して、もう満席のお客様と、あと東京から私があの主催している団体の、団員をいっぱい連れて、岡山と東京のキャストによるコラボレーションのちょっと大きめの企画を、して。市長さんからもあのお祝いのメッセージをいただいたりとか、そのふるさとのとても素晴らしい方々いろいろもう来てくださって大成功したので、一つ自分の夢が叶った年になりました。はい、来年は、まあ、その夢をさらに広げて、いろんなところで、プロデュースする公演を広めていきたいと思います。頑張ります。はい、私は走るです。今年は1年、走りに走りまくって、というのはいろんなところへ公演に行けたことなんですね。大体アメリカも行きました、ベトナムも行きました、韓国も多分行きましたし、もうちょっとあんまり記憶ないんですよね。毎月どっか行って。でも中国行ってましたよね。中国、はい、そうそう、先週はね、昨日まで台湾にいました。30日からはサンフランシスコへ行きます。とにかく走りまくってるんですけど、走りまくった分ですね、ちゃんと芸が、ついていってるかどうかはちょっとわかんないんですが、頑張って世界中走ってます。はい、走りに行くことなのに、すごい着物ダッシュ。見たい着物ダッシュ。そう、街中で、ね、着物でダッシュしてたら大体私なんですね。追いかけてください。走る雪だるま。そうなんです。だるまじゃないですね、雪の妖精。そうですね。うん、ありがとうございます。来年も走ります。はい、私は友達の友です。お仕事の方もプライベートの方もすごくお友達が増えたし、やっぱり縦とか横のつながりってすごく多いので、お友達からたくさん、友達を紹介してもらったりとか、お仕事を紹介してもらったりとか、いろいろお友達、今日も初めましての人も実はいるので、皆さんとお友達になって帰ろうと思ってます。シーンとなっちゃった。なんかちょうどお誕生日コンサートの後も、はいはい、なんか私のお誕生日コンサート毎年してるんですけど、今年初めて出てくださったんですけど、毎年お誕生日コンサート出てくれてるメンバーがいて、その中になんか輪に入ってすごく飲み会をね、はい、みんなと友達になりました。ね、どんどん飲み会の朝まで、うちの1回目に出たメンバーと一緒に合流されましたよね。はい、うちのメンバーのメンバーです。はい。はい、私は新という字、新しいという字を選びました。今年はたくさん新しいことがあったなということで、
4月からは今 N ミュージックサロンという音楽教室をやってるんですけども、そこで の6ヶ月継続的に勉強するアレクサンダーテクニックっていう、うん、心と体のコントロールだとか、うん、ソルフェージュとか楽譜の読み方とかっていう講座を開講して、今そうですね、6期が6月7月に終わ1期が7月に終わっているので、卒業生も出ているっていう状態で、もう新しい企画がうまくいっているなっていうことと、もう一つが実は先月結婚しまして、ありがとうございます。生活も新しくなり、名前も新しくなり、まあ、お仕事は旧姓でさせていただくんですけれども、いろいろ新しいことが重なった1年だなという振り返りをしてみたいと思いました。ありがとうございます。おめでとうございます。素晴らしかった。ありがとうございます。じゃあ次、おめでとうございます。結婚行進曲を演奏してほしいということで、今お願いします。その音楽教室というのは、はい、私なんかも入ってもよろしいんですか？やめてくださいよ。面白い。はい、ありがとうございます。ではもう一つだけ、今の職業以外でやりたい職業を聞きたいと思います。はい、はいはい、どうぞ。ええ、どうぞ。入ってて。違うよ、私は違う。私は MC だから。ごめん、ごめん。はい、どうぞ。私、今の職業じゃなかったら、お坊さんになりたいですね。アマになりたいですね。今でもなりたいと思う。アマになって何がしたいですか？何したいわけじゃないんだけど、そうですね、仏さんと一緒にいたいなと思います。へえ、すごい似合いそう。そう嫌ですよね。アマダッシュしましょう。誰か YouTube 載せてください。私は犬がすごく好きなので、ドッグトレーナーとか盲導犬育てるような仕事をしてみたいなとちょっと思っています。どんな犬を育てたいですか？犬は大きい子が好きですね。ゴールデンとか芸を仕込むのはもうなんか自分としてはすごくとっても仕込める方だと。今までなんか仕込んだことあるんですか？そうなんですよ。面白いのが、うちに犬がいたんですけど、普通のお手とかおかわりとかなんかこう転がるゴロンとかできるんですけど、襖を開けるっていうのを仕込んだんですね。襖を開けろっていうとシャッと開けて自分で開けて出てくるんですよ。すごい。賢いですよね。閉めるのは？閉めるのは無理です。開けっぱなし。開けっぱなしです。そこで閉めるのができたらお利口さん。天才ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ春菜ちゃんまだ何にも考えてないから。私あるんですよ。何だろう。宇宙飛行士。それコスプレでやらない。なんか無理やろ。それもいつかちょっとやらないかな。なんかロケットとか打ち上げ成功みたいなニュース見ると、あ、かっこいい。ならないですかね。ならないか。なるけど。なんか自分がやるとなると。やめな。果てしないから。すごいな。いや、なれるとは思ってないんですけど、なれるんだったら宇宙に行きたいです。ふわんふわってこう宇宙で宇宙で春のにーとかすごい。あ、私もあるでしょ。私は耳鼻科になりたい。
耳鼻科、耳鼻科のあの先生。耳鼻科に。そう。え、なんでですか？それしながら、うん、その自分の喉のをすごく分析して、うん、常にケアしながら、うん、で趣味っていうか、まあ、そのお金を元手にあの演奏活動する。でも私すごい数学得意だったんですよ、こう見えて、うん、数学、そうそう、数学と理科すごい得意で、うん、なんか偏差値78とか取ったことあって、すごい、結構なんか、うん、あの県で1番か2番の高校に行ってたんですけど、なんか入学する時トップとかで入って、うんうん、だからなんかそのまま行ったら東大とか京大とか行けてたって言われてて、うんうんうん、だからそのまま行けば耳鼻科だったなとか思って、耳鼻科オペラ歌手だったなと思っていいですよね、うん、まあでもあの来年にライセンス取ってきます、あ、ライセンスということで、トークコーナーは、はい、終わりです。チョコでここで、あ、宇宙のピアニスト、お歌える耳鼻科、そうだよね、そうだよね、なんだなに、二木のバンケ、ケルベロス、ケルベロスも飼いならせるのかな、あ、なるほど、あ、そうなんだ、知識がないことがなんかすごいバレてしまう私宇宙引っ越しだって、すごい、今日いっぱいコメントがあって嬉しいですね、楽しいです、うん、はい、ありがとうございます。そしてあ、協力紹介、ここで、番組にご協力してくださったあの S ラインさんのご紹介をしたいと思います。 S ラインは横浜市港区じゃなかった港区じゃなくて南区の岩盤浴とエステの女性専用サロンです。高千穂地方の天照石の岩盤浴は新陳代謝が上がり体を芯から温めます。バスタオルは浴衣までご用意していますので仕事帰りにフラッと立ち寄れます。エステは大好評のアロママッサージやいろいろなマシンによる送信エステ、お肌に合わせたフェイシャルも豊富なメニューをご用意しています。今日はなんとですね、女性専用のサロンなんですけれども、はい、岩盤浴90分5回か全ての60分のエステメニューの中からチョイスして1回分のご利用ができる1万円のエステチケットを5枚後ほど、はい、こちらです、おこちらです、はい、後ほど会場のお客様に抽選でプレゼントしたいと思います。はい、おー、だって、おー、ありがとうございます。お友達 の、 あの手術師さんが、オーナーとしてしている、はい、女性 の、 あのオーナーのサロンです。はい、来てくださいということで、次、はい、ベストゲスト、間違えた、メインゲストコーナーはい、ここからはゲスト、今回のメインゲストの出演者さんの活動について詳しくご紹介したいと思います。今回は日本舞踊家の若柳直由里さんです。直由里さん、よろしくお願いします。音楽家の中に一人混じって、はい、どうですか今日は。あのなんかすごくいい匂いですね、なんかすごいおじさん目線なんですけどあのとっても皆さん可愛らしくって、 あんまりこう日本舞踊家にはないギスギスし、あのギスギス感もなく幸せに思います。まず世界は厳しいですよ、ね、もうなんかこう、はい、この辺がおかみ感が漂ってますね。あ、そうですよね、はい、あのはい、ご自分でできられる。違う、違います、わざわざありがとうございます、ありがとうございます。まあ今日のためにすごいペチャンみたいな、ダメ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 、素晴らしいです、ありがとうございます。じゃあ、 あの詳しく、はい、先ほどちょっとお話していただいたんですけど、はい、のプロフィールもう一度詳しくお聞かせください。はい、
私は、日本舞踊家ですけれどもあそれ分かってるよね。はい、すみません。一応2歳から舞台に立っております。あのよくある話ですけれども、あの、父親が日本舞踊家でしたんですので、あの、まあ、そのままということなんですけれども、そうですね、でも10やっぱり思春期ですか、14、5歳ぐらいからあのどうしてもダンサーの方になりたくって、まあ、それまでもクラシックバレエとかあのジャズダンス、タップ、ヒップホップ全部やってたんですけれども、あのそれを職業にあのしたいなという気持ちが強くなりまして、まあ大体3年間ぐらいはあの、まあ、日本舞踊もちょっとやりながらですけど、あのダンスバレエの方をあの中心に勉強しておりました。で、まあ、この職業になるきっかけはっていうさっきねあの、うんうん、テーマでもありましたけれども、どうして日本舞踊家にまた戻ってきたのかという、ことが、突然ちょっと父が亡くなったんですね。あの病気だったんですけども、その時まだ私は17歳で、その時ちょっとやっぱり迷いまして、1年間センスを持たなくてダンスもやめまして、1年間考えました。で、自分はどうしたらいいのかなと思って、でその時1年間考えた結果、お扇子をまた持つことにあの決めて、現在に至ります。へえ、すいません暗い話じゃない、ごめん。なんかもうお弟子さんもいっぱいいらっしゃるんですよね、なんかね、若い時からね。そうですね、あのうちはあの下は2歳から上は90ぐらいまで、人生の、大半をあの皆さんと過ごして、大体総勢、50名弱現在あのお弟子さんがいる状態です。どこでお稽古されていらっしゃるんですか。はい、お稽古場は月島にあります。そうなんです、ね、月島の近くなんですけど、もうご自身のお稽古場を持たれていらっしゃるんですか。はい、そうですね、あの自身のお稽古場です。かっこいい。であの電東京、はい、合同会社 の、ね、はい、の代表もされていらっしゃるんですけど、はい、あの銀座住所なんですね、かっこいいですよね。お召しいただいた時もう銀座住所だ、かっこいい、この若いのにと思って、しかもなんかあのお名前が、はい、あの本名だね、あの、はい、お名刺が書かれてたから、はい、全然初めあの同一人物って分からなくてそうなんです ね、 ね、すいません、あの会社のお名刺と、はい、若柳直由という名前が違いまして、はい、若柳は、芸名の方でして、会社の方はちょっと本名になっております。あの同一人物です、ね、2つの顔を2つの顔を持って、はい、活動されているということで、はい、私もあの直由ちゃんの舞台見に行かせていただいたんですけど、その時あのグループであの、まあ、2人 の、 あのイベントで、前の日も2人で全人で4人 の、 あの舞台のイベントだったんですけど、女性1人で、あとは先輩 の、 あのちょっと、ね、ベテランの方とかもいらっしゃって、いや女性で代表されてね、こういった素晴らしい方々をまとめられてて素晴らしいなと思ってあの同じ代表としていつも刺激をいただいております。はい、これからもよろしくお願いします。はい、ということで、せっかくなので私たちはあのクラシック の、 あのヨーロッパのね伝統的なあの音楽から派生したものを勉強しているんですけれども、せっかくなんでここで、はい、質問ある方いたらいかがですか。はい、はい、どうぞ。私服は何を着られるんですか。私服ですか。私服よく聞かれますけどね、あの普段何着てるかしら、あのデニムに T シャツに、アグのムートンブーツ履いて、あの見てみたい、黒いさん大きいサングラスして誰か分かんない感じで、はい、でもそういう写真をアップしないですよね。あのなるべくアップしないようにしてますけどね。そうですよね、だからお写真も普段会う時も、はい、いつも着物で来てくださるの で、 で、ね、はい、はい、でもたまに行きます。へー、かっこいい、見てみたいな今度ぜひ、はい、はい、お着付けももういつももうどのくらいでできるんですか。はい、5分ぐらいです、ね、すごい、5分でできる、はい、私たちがどれ作るのと同じくらいじゃん。そう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 、それで着れるのってすごいよね。もうそう、あの舞台の中なので、はい、イベントの時もあの早着替えして出てきてくださって、そうですね、だいたい1分とか1分半とかで、すごい、ショーの時はね、さすが、あ、あの
コメントが画面の皆様もよかったら、はい、これを機に質問があったらどうぞ。はい、着物は高いんでしょう。高いんでしょう。そうですね。はい、ピンもうすごいピンキリで、はい、でも私の紹介でしたらお安くできます。さすがさすが、はい、本当に、うん、どのくらい持ってらっしゃるんですか。着物ですか。着物は数えられない。ちょっと数えてないですけど、おそらく100以上は。すごい。はい、私が思ってるドレス同じぐらいでしょ。同じぐらいのできるので、で男性のスーツと一緒ですよね。男性のスーツ100も持ってないですよ。ごめんなさい、感覚は一緒なんです。お着物ってお手入れが大変で、うん、結構すぐこう匂いがつくっていうか、うん、母のとかをこう、ね、そうですね、絹物って言ってやっぱりオールシルクで作ってあるものはどうしても生きてますので、うん、空気とともに、あとは昔ほらね、皆さんタンス開けると小脳の匂いがするとかって、ね、うん、ありましたでしょ。でそれの匂いがどうしても絹なのでついてしまうんですね、うん、普通 あのポリエステルとかっていうよりは、うん、でなんですが、まあ、2、3日かけていただくとそんなに消えますんですけどね。あと最近はファブリーズかけまくったりとかね。いや本当にそうなんです。今いいものがいっぱいありますので、うん、はい、ちょっと遠目でねかけまくってます。へ、はい、お客様から何か質問ありますか。何でも。急にだとちょっと難しいって感じですか。何かありますか。はい、はい、健康とかで気をつけてることありますか。健康ですか。健康はね、あまりこう急激に体重増加しないようにだけ気をつけてますね。っていうのは日本舞踊といっても、さっきはちょっと緩やかに踊らせていただきましたけど、基本的には歌舞伎舞踊なので、飛んだり跳ねたり転がったり、飛んで、まあ、ドンと座ったりですね、まあ、本当に歌舞伎役者さんと同じことを女でもするので、膝を壊してしまったり、腰やられてしまったりっていうことがないように、割と急激な増、まあでもね、お正月とかね、ちょっとだいぶ大きくなってしまうんですが、なるべくないようにだけしてます。はい、何色の着物が多いですかって。何色の着物。何色でしょうか。そうですね、今日すごく珍しくピンクとか着させていただいてるんですけど。おそろおそろ。おそろいね。そうだ、全然。嬉しい。はい。そうですね、白、黒、グレーとか、割とちょっとシックな色の方が普段は多いです。踊る用じゃなくて、はい、その普段。普段の、はい、お稽古に着てるものはね。はい。そうなんです。海外とかは、行くときは、なんかこう、言葉とかも一緒に、はい、もう英語ペラペラで喋れるんですか。いや全然ペラペラじゃないですよ。じゃあ一緒にアテンドの方とかいらっしゃってて。いやまあいればいいんですけど、まあ、自身で代表されてるからね。いらっしゃる時もあれば。そうですね、いない場合もありますので、す、ね、そういう時はもういろんなものを駆使して舞踊で、いろんなものを駆使してどうにか、はい、やっております。すごい。でもそんなにね、1年間にあちゃごちゃ言ってると、あちゃごちゃ言ってますね、はい、言葉も頑張って、はい、週に1回か2回英語レッスンしてます。あ、やっぱりされてるんですか。そうですよね、やっぱ和の方ってやっぱ海外で踊られる機会とか、うんうん、公演とか多いですもんね。そう、最近ね、やっぱりオリンピックありますので、うんうん、まあ、ちょっとそういうオファーも今多くいただいております。オリンピックっぽいことってどういうことされるんですか。オリンピックっぽいこと。いや普通に踊らせていただくときは、後ろにオリンピックのマークをつけて、バッグね、壁とかにつけたりとか、前のこうちょっと、紹介する、立てかけるものに、まあ、本当つけさせていただいたりとか、そういうことはよくしています。いや、そういうマークを使えるってことがすごいですよ。あれ誰でも使えるんですよ。誰でも使える。いや、誰でもってちゃんと申請はしますけれども、申請すればね、そんなにすぐ大丈夫。そうですか。なんか僕の声って聞きましたけど、はい、や、前だから引き違う違う違う日本人なら本当ですか。申請してみようかな。見てください。メモメモで、ね、ありがとうございます。
私も質問してもいいかな、はい、どうぞ、はい、さっきクラシックバレエもなさっていたと伺いましたけど、はいはいはい、で私もクラシックバレエやっていたことがあるのでわかるんですが、レッスンの最初、お稽古の最初にね、こう関節を伸ばす、はい、ストレッチをしてからお稽古に入りますよね、はいはい、で日本舞踊の方ですと、はい、やっぱり同じようにストレッチをなさってからお稽古に入る感じでしょうか。それが全く違いまして、これ何にもしないんです。しないですね。多分バレエの方もそうだと思うんですが、硬い筋肉を基本つけてはいけないんです。なので、あまりこうトレーニングはマッスルトレーニング要は、筋肉をつけるトレーニングをしないことと、あとは、そうですね、ストレッチはなぜしないのかなって思いますよ、私今でもバレエやってたので、うん、なので大きい演目ですね、まあ、本当にアクロバティックな演目される時は私も弟子にちょっと伸ばしといてねとか、うん、ちょっとした方がいいよっていう言い方しますけど、やっぱり日本舞踊って日本のものなので、日本人はあまりこうストレッチというの文化がなかったんですね昔、うん、なのでもともとないんであるないしてみたくなっちゃった。あと鏡もございません。よくバレエとかダンスとかスタジオは鏡張りのところでレッスンしますでしょ、皆さん。ですが日本舞踊は、その師匠の、芸を盗むという意味で一切鏡は置きません。ただついて、教えていただくのみになりますね。違いがそういうところにありますけどね。確かに鏡ないんです。だからどうやって見てどうやって盗もうかみたいな、なんかそういう感じでもうずっと来てますよね。じゃあ盗んでるつもりが初心者の時は、うん、すごい変な、全然変ってこな、うん、変ってこな形になってるってと思うよ、多分なってるんですよ、お弟子さんも、うん、なってて、でもそれを今度じゃあ全部曲が一応終わって、じゃあ振り付け終わりましたよってなったら先生は座るんですね。もう一切一緒に動いてくれない。でそれで、あ、もうちょっと左とかもうちょっと右とかってこういうふうにこう直していくわけですね。だからちょっとお時間かかるんですけども、でもそれでもそのパーソ、私の場合はパーソナルの稽古なので、その人に合った腰の落とし方、その人に合った首の曲げ方っていうのを私はなるべくこう教えるようにしています。身長差もありますでしょ皆さん。プロだー、すごいかっこいい。そんなことないです。その人がね、より美しく見えるようにとかね、綺麗に見えるようにっていうのが、一応指導者の役目かなと思っています。じゃあちょっと大きい、はい、横に大きい人もいれば、うん、細い人もいる。そう、うん、横に大きい人はね、ちょっと斜め見てとかね、そうですよね、いろいろね、あるんですね。細い人はね、あんまりない、あんまりちょっと横見ても逆になくなっちゃうからやめてとかね。すごい、はい、なるほどね。安藤さんも、ね、東京入れます、はい、ありますか。はい、でも和のオペラも書かれてますよね、うん、そうですね、はい、オペラそうなんですか、わあ、日本語のものとかも、そうなんですね。すごい、ちょっと右足ぐらいは入れるかも。あ、右足ぐらい入りたいですね。右足じゃダメか。でも私もね、やっぱり日本人として生きてるからにはね、うん、日本人として人生を送るからには、うん、日本人でなければできない作曲みたいなことを、うん、やっぱりやるのは課題だろうなと思ってるんですね、うん、でそれを、まあ、日本舞踊をはじめとしてですね、うん、日本の伝統的な芸術、うん、これをね、積極的に自分の作品に入れていくことは大事なんじゃないかなと思ってるんですね、うん、でそういう意味ではまあね、うん、これまでずっと西洋音楽ばっかりやってたからね、うん、逆に勉強が足りなかったなと思うところもありますし、うん、これからは積極的にね、まあ、日本舞踊をはじめ邦楽器の皆さんと積極的にこう、まあ、よりを近づけるというか、うん、そういったことも努力していこうと思ってはいるんですよ、はい、安藤さん、この先につながる素晴らしいコメント、ここでそのセッションのコーナーに行きましょうか。なるほどね。なるほど、素晴らしい。お気持ちを組むべく、はい、セッションコーナーでは愛さんさんを、みんなで演奏しながら踊っていただくというコラボの企画を今からさせていただきます。ちょっと準備を、楽器を持ったりですとか、
はい、腰を伸ばしたりですとか。腰を伸ばしたり。やばい。ボードをあそこに置いてしまったね。準備をしております。できた？はい。はい。あ、じゃあもう少しなので少々お待ちいただいて、はい、準備ができ次第させていただきますが、ピアノは2人の共同作業連弾で。ピアニストと作曲家 の瞬間的なアレンジを、はい、コラボレーションで音に踊りに合わせてさせていただきます。はい、大丈夫かな。はい、はい。
いやコラボレーションでしたね。はい。さてここで、はい、コメントを見てみましょう。わーい、待ってました。コンパクト連打みーちゃん、一度チーム連打連打多いですね。ありがとうございます。素晴らしい。あー、パチ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 、はい、ご好評いただきました。ありがとうございます。嬉しいな。はい、ということでこの後はいつも何か出てくる企画コーナーです。わー、はい、今日の企画は3つの漢字でいい感じ。わー、何これと思った方、はい、ちょっとこのボードを回しながら説明します。今からあのお題の、引くくじくじというか箱でいいんじゃない、箱お題の箱をどこにあるのかな。あ、こちらですね。はい、ありがとうございます。はい、この中にお題が入ってます。これを引いていただいて、まあ、ここになんとかアルファベットじゃなくてカタカナカタカナの何かお題が入ってます。このカタカナの単語を漢字3つで表していただきます。私さっき夢でも書けなかったから漢字3つが書け、例えばですね、あ、高木さん今日の私の右腕高木さんが、はい、はい、例えばなんですけれども、じゃあまずお題は言いません。私が考えた漢字がじゃん、ネズミ、夢、国、この3つの漢字から連想する言葉をお客さん誰か分かったり、あ、ありがとうございます。せーの、ディズニーランドということで正解となります。はい、っていう、こんな感じで引いたものを書いてもらって、はい、それをお客さんに当ててもらう。あ、ただただ漢字ができるかどうかが試せてやばい。私数学と理科は78だったんですけど、いつも国語だけ70点ぐらいで、国語で成績をね下げてたんですよね、漢字でね。え、本当やばいやばい。はい、なので漢字が書けるかどうかですが、コメントを画面の皆様も書いていただいて大丈夫ですので、それもあったかあってないかという感想になりますので、どうぞ積極的に書いてください。ということで、でこれは罰ゲームがあるんですよね、確か。はい、罰ゲームがあります。さすがみたいな。はい、罰ゲームは何かは後で伝えますのでお楽しみです。ということで、じゃあ私ちょっと MC なんで後でいいので、じゃあ、はい、ゲストから、はい。じゃあちょっと考えていただいている間、何かここで1曲、うん、え、書くんですか、1曲ちょっと考えシンキングタイムの演奏を即興で、今の気分をお願いします。はい。全然わかんない。
メなんですよね。ダメなんですよね。ほうほうほうが全然わかんない。ほうはニュースっぽい感じですか。ニュースも、ニュースも、ニュースもある。もうね、ニュースもある。ニュースも絵もチラシ。チラシじゃないみんなテレビですか。ものでしょうか。テレビではないんです。ものですか。え、ここに入ってるものって何かに共通するテーマがあるんですか。ないです。ない。じゃあ、じゃあバラ。あの、思いついた方から書きます。みんなそう、カタカナだもん。 YouTube。ユーチューバー、あ、違うな。ダメ。ええ。あ、近いね。近いね。インスタグラム。インスタ。あ、近い。近い。え、Facebook？ 近いね。SNS。いや、近いね。ちょっと待って、わかんない、全然わかんない。絵でしょ。近いの？でも。ツイッター？ツイッター？あ、違うもん。正解。ああ、おお、やった。すごい。うまい、すごい。よかった。はい、正解はツイッター。ツイッターでーす。最初から運が悪いな。運が悪いな。おお、だって。よかった。難しいな。それは難しいな。はい、はい、次。はい。じゃん。しゅん？しゅん？早いコンプ。正解。すごい。難しい漢字がわからないので簡単な漢字3つで正解はコップでした。ああ。素晴らしい。それあればわかる。じゃあ次の3つの漢字はこれです。スピーカー。あ、それです。やったー。すごい。なんか正解を、はい、スピーカーが正解でした。あれ、スピーカーが正解でした。はい、ありがとうございます。あの、答えるときに皆さんちゃんと言わないと拾わないんで。あ、はい。スピーカーです。卵ボール。カステラ。反応が。カステラ OK です。おー、やー、すごい。今日はこっちが優秀なんだ。そう、正解はカステラです。どうしよう、本当に漢字がわかんない。え、待って、次めっちゃ難しそう。めっちゃ聞いちゃった。めっちゃわかんないかも、誰も。ビール。本当に感じます。ビールじゃない、いいです。葉っぱですか。意味がわかんない。肉。近い、近い。何に近いに言わないとこっちがわかんない。拾わないから。ま、は、肉を葉っぱで、肉と葉っぱ、そこまで。あ言っちゃう。最後の麦ってなんだろう。麦がないと成り立たない。麦っていうのかな。なんかそういうお餅みたいなのありますよ。頑張って、頑張って、頑張って。ホットドッグ。あ、近い、近い、近い。サンドイッチ。これみんな当たっちゃったら誰が罰ゲームやるんだろう。ね、大丈夫、2週目から難しい。
ピアノ、あ、そう、ピアノです。ピアノ、ピアノ最初にこっちに見せて。あ、はい、いや、遅いわ。2回目、はい、2回目です。あ、いっぱい落としちゃった。すみません。使いました。使いました。ありがとうございます。うわうわうわため息ついてますね。難しい、2回目のシンキング。2回目お願いします。あ、弾かなくていいんですか、シンキングタイム。弾かせてください。こっちも弾きたい。こっちよりこっちが弾きたい。あ、それは言えてますよね。くじを弾く前にピアノを弾く。なるほど。なるほど。あ、でもできたみたいです。はい。いいですか。はい。じゃん。歌。歌じゃないよ。歌じゃないよ。シューマイ。おお、すごい。ハンバーグです。すごい。あ、よかった。やばい。もう一個思いついてない感じが。どうしよう。どうしよう、どうしよう、どうしよう。あの、罰ゲームさせたいところで答えない。はい。あ、もうちょっとなんか、しかも漢字が合ってるかどうかわかんないんですけど、合ってるかな、漢字。2個目の漢字が不安なんだけど、合ってる。壊れる。あ、嘘、これ懐かしい？いや、壊れる。壊れると懐かしい。レコード。は。壊れる。昔。ちょっと最後のやつは結構絞り出して全然わかんなかったから。コメント来て。クラシック、あー違う。どう？クラリネット。ナツメロ。ナツメロって感じ。ナツメロ違う。で、2回目なんで。正解はラジオです。あーラジオ。壊れかけのラジオ。壊れかけのレイディオですよ。そんな感じ。わかんない。ちょ、最後のやつがちょっとあの。ドヨンとしちゃった。ドヨンとしちゃった。はい。じゃあ次は簡単かもしれません。プリン。ああじゃないです。近いです。道路。じゃないですね。ババロア？でもない。ああ遠くなりました。だった。近い。あ、正解。ああ。で、シルクセットテーブル盛り上がってる。あ、でもちょっと出し方が良くなかったかな。なんだろう。ここでしょ。すごい。上下の箱。そうです。上下の箱ですね。上下。はい。何でしょうか。メトロノーム。そうです。メトロノーム。すごい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 。嬉しい。すごい。すごい。得意だ。じゃあ私、はい。見えない。三、五、
は踊る。ワルツ。ピンポンワルツ。じゃあ音楽が。ワルツ。はい、ということで罰ゲーム。ダメ。ダメかな。じゃじゃん、今日の罰ゲームはヒゲです。ヒゲをつけていただきます。はい、ヒゲください。ヒゲ未体験ですね、ヒゲは。え、すごい。すごい BGM が。これなんか滑ったら嫌。大丈夫だよ。滑ったら嫌。滑るのが一番嫌だよ。みんな笑う準備できてますか？逆にハードル。はい。吉行襲名披露公演をさせていただきます。
その際に、時わずというジャンルの正門、あの平の正門の正門ですの、演目にて、おそらく歌舞伎ものなのでセリフもあり、戦いもあり、2人で、演目を、させていただきます。多分ちょっと長いんで40分ぐらいありますけど、頑張って何十キロ背負って応援しますので、ぜひよろしくお願いいたします。これはこのままですか？あ、分かりました。ちょっとよかったらフライヤーの写真出していただいて、もうちょっとなんですけど、12月の、はい、12月の19日にですね、その先にあっち出して、あ、先に、あ、先に、はい、私ではなく、有吉さん、そう、あ、じゃあ先に、違う、あ、ここ若柳さんの、はい、あ、すいません、若柳さんの方でしたか？あ、はい、こちらです。家元はものすごいイケメンで、はい、有名な方です。うーん、素敵、襲名披露おめでとうございます。はい、じゃあいいですか？はい、はい、じゃあ、はい、ちょっと喋ると鼻が一曲当たって痛いんですけど12月19日に結成して1年ちょっとが経ちましたフルチピアという、私とはそうですね、チェロとピアノの、ユニットのこのクリスマスコンサートがありまして、ガチガチのクラシックではなく皆さんが聞きなじみもあるような曲を集めてプレゼント付きでコンサートやります。こんなものはつけませんので皆さん聞きに来てください。かわいい。私は今メルマガを毎日発行していまして、音楽センス引き出しレッスンという名前で検索していただけると出てくると思います。楽器演奏をしている方向けのメルマガになっていますので、音楽の基礎について学んでみたいとか、もっと詳しく知ってみたいとかっていう方はぜひ読んでいただけたらと思います。よろしくお願いします。いや、なんといってもですね、先ほど佐藤千恵さんもおっしゃってくださいましたが、2月5日のミスシカゴ、やっぱ作曲者がエメリヒ・カールマンですからね、うんうん、これはもうオペレッタファンの皆さんにはぜひ見てほしい公演だと思っています。あと私自身のオリジナルの作品でね、私は地方のオペラやミュージカルもたくさん作曲してるんですけれども、8月の末には千葉の県民、ミュージカルで、駅を題材とした東京駅よりももっと古い駅を舞台にしたミュージカルをやりますね。から9月には島根県のやっぱり県民オペラで、島根県の浜田市が開府400年のものですから、それにちなんだミュージカルを作曲します。多分今月中にきっと台本が送ってくると思うんですけども、その作曲に来年は打ち込みます。はい、私はですね、しあさってになるんですが、12月13日木曜日、赤坂の笠クラシカでクリスマスコンサートを行います。よかったらフライヤーが、クリスマスコンサートはですね、こちらですね。曲はクリスマスにちなんでくるみ割り人形や、もう本当に、いろんなもう J-POP とかのクリスマスソングをたくさん演奏したいと思います。よかったら来てください。コメントひげしか目がいかない。はい、じゃあここからは何か感想とか最後に言い残したこととかありますか？これはいつ撮っていいんですか？そうですね、そうそうそう、最後は撮っていいですよね。あ、じゃあせっかく最後は可愛い側に戻ってください。すいません、じゃあちょっと私もやってみようかな。あ、じゃあ私はこれでバイバイしようかな。楽しいじゃん、罰ゲームでもないのに自分で罰ゲームになるっていうね。はい、じゃあ最後 MC がヒゲで終わりましょう。あと10秒ですが、どうですか？ヒゲです。じゃあ最後ときめきヒゲのときめきクレッシェンドで、はい、ときめき